じっくりいって渡辺翔太のスリーにつなげています、仙台 AT ライナーズ。さあディラベラー、ヤンテメイデンがロングツーで来ています。ここも一つボールマンに対してのいい合わせ、カッティング入りましたね、はい、3円はとターンオーバーになります。大浦がキープして阿部が追いかけていく。大浦のスリーはリバウンド、メイテン掴んでファールをもらってエンドワン。渡辺翔太のファールになっています。シーンが目立ちますね。そうですね、対角線上長いパス、佐々木からメイテンのディープスリー決まった。なかなか今日は3円のゴール下をこじ開けることができません仙台です。山内から流れるようなパスです。山内にパスをして、山内がバウンズパス、バックカット、ヤンテメイテン下げ、じっくり時間使って細川がかわしてスリーだ。ショットクロックギリギリの細川のスリーです。あ、そうですね、今のスティールは良かったですよね、はいはい、ディフレクション、ボールを触ることでテンポを変えれますからね、はい、あ、ダジンスキーがエンドワンですね。そうですね、スイッチによるミスマッチを、はい、とターンオーバーなる。パスが出てラベラ切り込んでいきました。澤部と大浦、クラークにパスをします。ナショントーマス、ここまで出てくる大浦のスリーだ。今日は本当に高確率。大浦は今日スリーポイント2本目です。そして奪われて山内だ。ボーリミルゲル、ゲルンが、いや、メイテンのブロックもありました。ラベラとアベドが激しく接触していました。ダジンスキーからダジンスキースリーで来る。ラベラに対してアベドがついています。フロントコートやってきました。ダジンスキーにボールを入れてラベラが決め切った。もうここは単元は時間を意識しながらのプレーになっています。クラークのディープスリー、これが代名詞。まあ、最後このクラーク選手のね、はい、クラーク選手らしいスリーポイントが出ましたね。そうですね、